皆さんこんにちは、ひらがな神宿の藤田美優です。はい、今日はね、表参道に来ております。何をしに来たかというと、美容院に行ってきたいと思います。めちゃめちゃ今ね、不倫なんだよね。今日は美容デーです。では、行ってきます。よし、いい感じ。お願いします。動画撮ってるんですけど気にしないでください。お休みの日何してますか？お休みの日？うん、本当に何もしてない。発売してすぐにもうめっちゃ。なんか島で来てる人とかいませんでした？いました。何時間やってんの？何世代ですか、ポケモン？一緒。やっぱそうですよね。ダイヤモンドパール止まってる。今日は何色ですか？まろやかなアッシュ。なんか紫っぽい感じ。あ、そういう意味なんですか？まろやかな紫ってこと？なるほど。楽しみ。してもらっていい感じ。ありがとうございました。バラ。バラです。ありがとう。いい感じ。いつもありがとうね。いい感じ。はい、ということでね、綺麗に染めていただきました。綺麗な色。おお、綺麗。でね、これでは終わりません。2軒目の美容室に行きます。ゴー。お願いします。これそれかもうちょっと明るくなるんだったら、これよりちょっと明るくやつけて。明るくなるから。分からん。どれがいいですか。変な感じにはなる。カルシャンね。オフィシャルのあれですよね。なんか自分で調べたんですけど、なんか分かんなくて、こちゃんエクステつけてたから前、なんか。知り合いの美容師さんいるって言ったら紹介してくれました。嬉しい。よいしょ。ありがとうございます。できてる。やってましたね。完成しました。おお、完成？わあ、長い、やばい、やばいな。すごいな。こんなもんでしょう。はい、どうでしょうか。いい感じ。こちらです。めっちゃ長くなった。こちらです。ありがとうございます。最後、全部。2等分して。あ、2等分が出てこない。2等分して。そしたら。一番簡単なやり方は内巻き。でこれだけするだけなんですけど、ちょっとできるようになれば波をします。あ、波。そう。2等分、3等分に分けてもらって、今日から2等分、3等分でどうですけど、その中間ぐらいから、外巻き。この下の段だけ波にするんですか？そうです。見て。すごい。可愛いです。感じ良いですね。おい、ありがとうございます。こちらこそ。おー、いい。そういうのがあってそうちょっと嬉しい。こんな感じでありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。みんなどう？これかわいい。言わせたみたいな。こっちゃん、みゆの行動力やばい。昨日私が言って昨日今日行ってきたんでしょ。ありがとう。今日行ってきたの。似合ってるよ。じゃあみんなチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ダンスレッスン頑張るよ。みゆの今日の